どうもクロスロードラボです。今日はですね、ブラックニッカのリッチブレンドがリニューアルしたということで、9ボトルの、このブラックニッカのリッチブレンドと飲み比べていきたいと思うんですけど、本日はねみーちゃんと一緒にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ブラックニッカのリッチブレンドって飲んだことある？みーちゃん。ない。ない。うん。あ、じゃあもう完全に先入観なしで初です。いけるね。はい、はい、こちらはね、2013年から、3月26日に発売しているということで、3月めちゃくちゃもう今3月だもんね。そうだね。昨日3月26日だから、9年だね。そうだね。9年経っての初のリニューアルということなので、ちょっとね味までね変わってるかもしれないという噂が結構ありますので、それを検証できたらなと思います。まああんまり当てにならないと思いますが、一応参考にはねなるかもしれませんので、そしてまだまだこちらのね2本手に入ると思うので、両方ともね9ボトルもまだ普通に売ってると思いますので、もう自分の舌で確かめないといけないっていう方は、ぜひ購入してね、この動画この先を見る前にね、買ってきてもいいんじゃないかなと思います。それでは早速やっていきたいと思います。はい、準備ができました。こちらはね、9ボトル、こちらは、新ボトルということで、このブラックニッカなんですけど、今ブラックニッカって言ったらクリアね、クリアと、スペシャル、そしてディープブレンド、リッチブレンドって出てるんですよ。クリアの方は、このブラックニッカをよりすっきりさせてね飲みやすくさせた、アルコール度数も30%台、 36% かな、 37% かくらいなんですが、スペシャルっていうのが割とニュートラルなところにあるブラックニッカ、そして、夜市のシンダルモルトを強調しているようなものがディープブレンド、そしてリッチブレンドは宮城郷のシェリーダル原酒を強調しているということなので、それを踏まえた上で飲んでいこうと思うんですが、はい、ディープブレンドの方はね2015年に発売してて、3年後の2018年にリニューアルしてるんだよね。なんでだろうね。ね、早いね。3年目で、うん、うんうんうん、だけどまあ、うん、そうかなって思う部分がちょっとあってね、2013年にこちらのリッチブレンド出てるんですけど、その年の10月にね、うん、2013年度グッドデザイン賞を受賞してんだよね。だからデザインを変えてこなかったんじゃないかっていう。なるほど。グッドデザイン賞を受賞したものをね、そんなにすぐ3年間ぐらいでデザイン変えちゃうっていうのもなんだなとは思ったのかもしれないよね。そうだね。うん、もしかしたらそうかも、うん、で一応中身はそのままというふうに公式に変えてあるらしいんですけど、まあ基本的にはウイスキーのラベルチェンジの時には味は変わる、むしろラベルチェンジしなくても味が変わるっていうのが、ウイスキー当たり前ですね。人間の、舌で、手でこうブレンドされてるわけですから、まあ、極端に味が変わることなくてもちょっとずつ味が変わったりとかね、微妙に誤差があるのは当たり前ということで、ロットの違いによって味が変わったりもします。はい、そしてデザインチェンジの時に新しい原酒を使っていかないといけないわけですから、どんどんね、それで味のリニューアルが行われたりするわけですね。それでは早速新しい方飲んでみようか。はいね、こっち。はい。うん、華やか。いい香りする。ベリー系の香りするよね、うん、結構ね。フルーティーで。若干色が濃いような気がする。なんとなくね、でもこれ入ってる量がちょっと量の違いかな。照明の当たり方じゃない、うん。こっちから当たってる照明とこっちから当たってる照明が違ったりするし、うん。なんとなく。まあこれは同じだと思う。あとラベルの違いでちょっとね。あ、そうかもしれないね。反射するじゃん。うん。結構甘ったるい香りするよね。甘い。もわーっとさ。そうそうそう、うん、これがやっぱり宮城郷の、シェリーダル原酒のね、うん、モルトなのかもしれないね。この華やかなちょっとレーズンっぽい感じだったりとかさ。そうだね、うん、結構濃いもんね。この甘い香りが濃い、濃い、うん、ほのかじゃないよね。だいたいね5年から8年くらいの熟成されたモルト原酒を使ってるっていうのを聞いたことあるかな。書いてあったかな確か。どうだっけ、うん、うんうんうん、いただきます。いただきます。まろやか、うん、アルコール感はそこそこあるよね。そうだね、しっかりと、うんうんうん、で余韻は結構こうベリーというかちょっといちごの甘いいちごの感じが残るというか。どうですか。うん、そうだね、
なんか爽やかな感じの中にちょっとビターさもあって、うん、でもくどくなくて、うん、美味しい。うん、うん、人によってはちょっとくどいかもしれないなって僕は思いました。うん、これがちょっと甘すぎて感じる人は結構いるんじゃないかなとは個人的には思うかな。なるほどね。うん、まあ甘いの好きな人にとっては全然いいのかもしれないけどね。うん、甘い、うん、飲めば飲むほどストロベリー感がなんか個人的にはある出てくる感じ。さっきいちごのドライフルーツ食べたからかもしれない。余計かもしれないねもろね、うん、それが影響してるのかもしれない、うん、歯にこうフレーバー何かしらが残ってるのかもしれない。ちょっとキューボトル飲んでみようか。うん、ちなみにキューボトルの方は回線してあったので何かしら味が変わってるっていうのは間違いないと思いますので、あ、まあ、あんまり当てにしないでください。うん、新しい方がより甘く感じるな、感じるね、個人的には。香りが全然、うん、香りのベリー感とかよく嗅ぐと穀物感とかもあるけど、うん、そうだね、うん、個人的にはね、うん、まあ、うちのここにあるボトルはね、うん、開けたてじゃないからこっち華やかさが増してるような感じはする。華やかさっていうか結構個人的には甘ったるい香りとは思う。新しい方がね、新しい方はね、うんうん、いただきます。いただきます。うん、これでもさ、うん、うん、違うって言われちゃ違うけどさ、うん、これを違うと言ったらもう全部違うよね、世の中のものね。そうかもね、うんうん、確かに新しい方がなんか強いような気がしないでもないけど、うんうん、香りはなんかパッと分かるぐらい違ったね。そうだね、開いてたからね、ちょっとまろやかな、うん、こっちの方がなんか角取れてる感はなんかあるね、こっちの球の方はね、球の方がね、うん、でもこれは、うん、まあ、開けて結構立ってるからそうだね、正直、うん、そこはあんまり当てにならないかもね。正しくはないね。正しくはないかもただ香り立ちは新しい方が今のところいいかな、うん、口に残る甘さはこっちの方があるな。強い気がする。強いよね、うん、その分アルコール感もしっかりあるような感じがするし、うん、まあ根本的な違いっていうのはあんまり感じないかな。そうでね、うんうん、例えば、色で言ったらすっごいこう青い色だとしたら、少し薄い青とかねまあどっちが濃くてもどっちが薄くてもいいんですけど、うん、ちょっと微妙なね、うん、でも同じ青だよねみたいなね、うん、そういう感じ。だからまあこれをポンと出されてどっちが真でしょうどっちが急でしょうって言われても分かんないかもしれない。分かんないと思う、うんうん、違うことは違うけどね、うんうん、飲み比べないとちょっと分からないね、うん、このうちの空いてるリッチブレンドとは違いますね、うん、でさリッチブレンドはやっぱり、うん、ロックで飲むのをおすすめしてんだよね。あ、なるほど。そうでやっぱり人によってはちょっと甘すぎるって感じだからこその、うんうんうん、こういうブレンドなのかもしれないよね。なるほどね。ロックで飲んでほしいみたいな、うんうん、ロックで飲むとやっぱりこの甘さが少し抑えられてさ、うん、とろっとしてさ、うん、美味しいイメージが結構この味からは感じられるのでちょっと氷入れてみたいと思います。はい、このままちょっと氷入れてみようか。あ、はい、うん、そしてねポイントがあって30秒待つ、氷を入れて30秒待ってから飲んでくださいということがオフィシャルには書かれてました。はい、これを入れました。入れました。30秒はどれぐらいでしょうか。じゃあ20秒ぐらい経ってくるそうだね、先に入れたからね、うん、まあ30秒は正確に数える方もいらっしゃると思いますけど、ね、まあ、大体で、あ、もう経ったんじゃないですかね。経ったね、うん、混ぜないでこのままいきます。うん、うまい。このぐらいのタイミングっていうのがいいかもね。そうかも。やっぱさ冷えすぎると、うん、結構ビターさが出てくると思うんだよねこのリッチブレンドってね。だから少しこう冷えた感じ、うんうん、ちょっと温度下がりましたがこのメーカーがさ、うん、推したいこのスイートスポットというか、なるほど、なのかもしれないね。かもしれない、もしかしたらね、うん、
だから僕は個人的におすすめなのは、まあ僕がおすすめというか、あのキリンのねマスターブレンダーの方が以前富士の時に言ってましたけど、富士が発売した時にね、小さい氷のかけらを入れると、あ、はい、そういうのがいいかもしれないよね、うん、そしたらちょうど加水も少しされて、うん、少し温度が下がる、うん、それでももうちょっと下げたかったらまた小さい氷のかけらを入れるっていうのがいいのかもしれない、うん、そうかも。もうちょっと、うん、うん、でもさ氷入れると甘さが少し抑えられるっていうけどさ、甘さ増すものもあるじゃん。あ、中にはね、うん、今んとこ結構増してるよね、うん、甘いとろっとした感じになってくると同時に甘さがさらに増してるような感じがするね。際立った感じがする。芯の方いってみよう。はい、甘っやっぱさ芯の方が甘くない？甘い。そう思う？やっぱり甘い。私初めてだけど、うん、キュー飲むのはね、甘い芯の方が全然ね、うん、これは甘いの苦手な人はダメだっていうぐらい甘いよね。すごいね、結構甘い僕は割と好きですけど結構こう飲み続けるってなると、うんうん、違う飲み方したくなるね、うん、ロックより、ロックじゃなくてね。でもこれやっぱりリッチブレンドの良さをさ、この、うん、これぐらいの温度っていうのはすごい出て出してるよね。すごいわかる、言ってることがすごくよくわかる、うん、リッチブレンドだなっていうところがある ね、うん、そうだね。リッチだもん、やっぱちょっと本当にボディがしっかりしててさ、ね、うん、ボディってこの甘さが支えてるボディだもんね。そうかも、うん、コクとかじゃなくてさ、うん、コクもあるけど、うん、甘うまい。それこそ変な甘さじゃなくて上品なちょっと甘さというかね。で余韻にこのビターさがあるんですけど、多分今甘さがこれぐらいでビターさがこれぐらいでね、こううまいことバランスを保ちながらやってるんですけど、これ冷えれば冷えるほどビターさがこう増してきてね、バランスが崩れてくるっていう、だからいいところがあるんだよね、うんうん、これね、多分ね、そうね、そのいいところっていうのは多分それぞれの好みにもよると思いますし、うん、ロックね、30秒、だから冷やしすぎないのが多分メーカーの一番ここで飲んでほしいっていうポイントなんじゃないかなと思いました、うん、次はねハイボール飲んでみたいと思います。はい、準備ができました。ハイボールはね、まあ、飲み比べしないでいいかなと思って、2つ作りたいと思います。なんかねハイボールも、うん、こういう風にやってくださいっていう飲み方があってね、うん、その飲み方で作ってみたいと思います。はい、はい、まず作り方、はい、まあ、開ける前に、グラスを冷やしますね。これはまあ基本、まあ、冷やせば冷やすほどいいというところがあるので、グラスはあの冷凍庫に別に入れといてもいいんですが、冷凍庫だとまあ匂いつくっていう方はこうやってグラスを冷やしてください。それで冷やすと水が溜まるので水を捨ててください。薄まっちゃうのでね、あんまり水が入るとめんどくさい方はそのままやってください。そして、1対3で作るんだってます。あ、まあこれはねいつもの感じ、うん、まあそれぞれ好みがあると思いますが、とりあえずこうメーカーが推奨しているやり方を試してみるっていうのがまたね楽しみの一つだと思います。はい、でウイスキーを入れたらまた混ぜます。これもう完全初心者入門です。はい、いつもやってますけどね。これをやることによって炭酸を注いだ時の温度差がなくなるので、炭酸が抜けにくくなります。温度差があるとね炭酸がジュワーッとなりますからね、炭酸がどん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 抜けてっちゃうんですよね、一気にね。そしてここで氷を足してあげますね。そしたら今度は炭酸をゆっくり氷に当てないように注ぐっていうのがまあ定番のやり方なんですが、当たっちゃってもいいです。いい音ね。うん、でここでマドラーで混ぜるか混ぜないかはまあ好み次第、まあ1回ぐらい通しておきましょう。勝手に混ざりますから、うん、そしてここからが、日課推奨のねこのリッチブレンドハイボールの飲み方、このねバースプーンに少しこうウイスキーをね
ワンティースプーンっていう言い方しますけど、フロートさせる、まあ、昔からねやられてる手法ですが、リッチブレンドは特に香り高いのでこの手法で飲んでほしいということみたいです。はい、そうするともう飲む瞬間の香りが全然違う。やっぱり香りが、味の大半と言われてますから、そういうところがやっぱり一番重要なんじゃないかなって。香り立ちのいいウイスキーはね特に、香りを楽しんでほしいということなんでしょう。それではいただきます。いただきます。あ、いい香りする。ハイボールにするとただでさえ香りがねあんまりこう引っ込んじゃったりするものもあるので、より香りをね、香り高くするということですね。いただきます。いただきます。うん、うん、割とさクリーミーになるね。ねえ、うん、クリーミーさがあって結構口に残る甘さ、うん、あるよね。ある。うん、結構しっかりとこのリッチブレンドの味わいが、口の中に残るから、うんうんうん、食事というよりも個人的には食後だね。そうだね。どうですかデザートみたいな感じ。デザート感あるよね。ある、うん、まあ食事中はクリアかあれだね、ディープブレンドか、うん、食事中は僕のおすすめはスペシャルかな。スペシャルハイボール。なるほどなるほど。スペシャルハイボールからの、食後にリッチブレンドかなっていう案件のような話をしてますがね。もうちょっと、まあ、ね、あっさりめのものを食中に楽しんで、うんうん、食後はこういうちょっと重めというか味わいがしっかりしたものを飲むっていうのがいいかなと思いますけど、まあ、うん、薄く作ればね何でも、まあそうね、うん、食中には向いてるとは思うけど、うん、結構でもさこれでさ1000円ちょっとだからさすごいよね。飲み応えがある、うん、やっぱりなんかこうスコッチじゃないこのブラックニッカのさ、うん、このリッチブレンドにしかないものはあるよね、うん、ある、ね、あんまり人気ないんだよでもリッチブレンド。いや美味しいのにね多分なんか僕のイメージとしてはやっぱりディープブレンドと、ディープブレンドはやっぱり一番人気あるなっていうイメージ。やっぱりスペシャル。そしてなるほど、ディープブレンドはやっぱり度数も高いし、味わいしっかりしてるし、うんうんうん、なんか今のこうウイスキー好きの方たちが好む味の傾向、うん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 、やっぱりヨイチモルトのようなさ、はい、そういう力強さみたいなのもあるし、うん、ちょっとスモーキーさもあってみたいな、うん、あるけど、リッチブレンドはちょっと甘すぎるのかもね。なんか、あ、そうかもね、僕は全然いいと思うんですけど、その人たちの気持ちも分かる言ってる気持ちも分かるみたいな、ね、そうかもしれない、うん、なんか締めの一杯みたいな感じかもね、うん、あのこのデザート感は。そうだね、うん、デザートウイスキーかなと思います、うん、なんかこう爽やかというよりも、うん、今みーちゃんが言ったようにね、デザートをこう一つ一品食べ終わったみたいな、そういう、満足感というかありますね。でも個人的にはこのブラックニッカのリッチブレンドはこっちのデザインの方がリッチブレンド感はある。すごい今まで、リッチブレンドの限定品、うん、出てきたけど、こういう色なの限定品は。エクストラシェリーとかさ、はいはい、あとはアロマチック、うんうんうん、あったよね。あった、名前思い出せないけど、うん、あったよね。アロマ、うん、あったあった、あれとか、うん、こういう色なんだけどさ、赤だった。なんで黒なんだろうと思っちゃうよねまあちょっとグラデーションしてるけどね、うん、ちょっと高級感、うん、ベリー感のこの甘さからしたらこっちの色の方がリッチブレンドを表してるなって感じだから、うん、まあいいデザインチェンジだなと思うけどね。そうだね、うん、まあどっちにしろ、まあ、うん、変わってないとは言いませんが、あのいいか悪いかっていうレベルではないですね、うん、はい、うん、皆さんもぜひね試してみてもらいたいなと思います。はい、そんな感じで終わりたいと思いますが、リッチブレンドの、ね、飲み比べ、まあ個人的にはねいつも言ってますけど、飲み比べっていうことにあんまり意味はないので、あの真面目に受け止めないでほしいっていうのと、うん、あとは自分たちでもこうやって飲み比べできるぐらいの価格帯のものを
こうやって飲み比べしてね、ああでもないこうでもないって言うのが楽しいんであってね。そうだね、うん、真面目にあれは違うこれは違うって言うもんじゃないので、そこは注意してください。うん、僕も実験みたくね、真面目な検証してるわけじゃないのでね、めちゃめちゃ真面目な検証だったらこっちも新ボトル買ってきますし、うん、いやどうだろうねとかね、もうちょっとこうスポイト使ってとかね、微妙なことやってるかもしれないですけど、うんうんうん、そういうことにあんまり意味は感じないと思ってますので、はい、あくまで自分の中でね、あこれは変わったんだなとか、ね、あちょっと違う気がするな、自分が悪いのかなとかね、うんうん、あとは先に飲んだのがこっちだからこっちがより甘く感じるとかこっちを先に飲んだから、こっちが甘く感じるとかね、うん、そういうなんかこう順番の問題だったり環境の問題だったりとかね、一杯目に飲んだもので少しアルコールが回ったからこっちがアルコール感感じなくなるとかね、いろんな要因があるので、あんまりクソ真面目にこう飲み比べてするもんじゃないなと個人的には思います、うんうん、試験受けるとかいう人だったら別かもしれないですけどね、ブラインドテストの、試験を受けますみたいなことがあるんだったら別かもしれないですが、うんはい、なので、もっと気軽にね、楽しんでもらえたら、ね、そうだね、うんうん、やってもらいたいなと思います。本日はブラックニッカのリッチブレンドやってみましたが、2つとも1000円台なのでね、まだまだ残ってると思いますし、なんかこうなくなっていくものは買わずにはいられない病の方はぜひね、この9ボトル、数本買っておいてください。あまり売れてないかもしれないんでね、うん、あるかもあるかもしれない。それでは、本日は終わりたいと思います。チャンネル登録、ツイッターフォロー、インスタのフォロー、サブチャンネルの登録をよろしくお願いします。クロスロードラボでした。バイ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 。